毎度、徹子です。韓国がエルメスやルイ・ヴィトンに対して激怒しています。どうやらコロナ禍でも韓国と中国だけ利益を上げているということは、韓国で暴利を貪っているからだという消費者の不満が爆発してしまったみたいです。韓国だけ商品の価格を高めに設定してお客からお金を巻き上げているという主張は正しいのでしょうか。ニュースの詳細。グローバルブランドのエルメスやルイ・ヴィトンは昨年韓国市場でグローバル本社より最高 10% 高い売上高営業利益率を収めたことが分かった。消費者の間では韓国の顧客にこれらのブランド品を相対的に高い価格で販売した結果ではないかという不満が高まっている。昨年までエルメスとルイ・ヴィトンの韓国での実績は公開されていなかった。しかし昨年11月、韓国の外部監査法が改正され、資産や売上高が500億ウォン以上の国内有限会社の監査報告書の提出が義務付けられ、初めて国内業績が公開された。これを受け、これらのブランドが世界市場より韓国で高い利益率を上げている事実も明らかになった。1日、エルメスとルイ・ヴィトンの親会社ルイ・ヴィトン、モエ・ヘネシー、LVMH のグローバル本社及び韓国法人の2020年決算報告書を分析した結果、韓国法人の営業利益率がグローバル営業利益率よりエルメスは 10.1%、ルイ・ヴィトンは 4% それぞれ高かった。昨年、エルメスは世界市場で計63億8940万ユーロの売り上げを上げ、営業利益は13億8960万ユーロで、営業利益率は 21.7% に達した。これに対しエルメス韓国法人は昨年4191億ウォンの売上高と1334億ウォンの営業利益を上げ、営業利益率は 31.8% に達した。韓国法人の営業利益率が 10.1% 高かったのだ。ルイ・ヴィトンも同様だった。昨年 LVMH は売上高446億5100万ユーロ、営業利益47億200万ユーロと 10.5% の営業利益率を上げた。ルイ・ヴィトン韓国法人は売上1兆468億ウォン、営業利益1519億ウォンと営業利益率は 14.5% だったとのことです。あかん。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で世界市場は全体的に大幅萎縮したんだけど、有名ブランドのエルメスやルイ・ヴィトンも例外ではありません。ただ韓国市場と中国市場だけは成長を続けていて、エルメスは韓中市場に牽引されてアジア地域の売上が世界で唯一プラス成長しています。コロナに負けず頑張って利益を上げているって大変喜ばしいニュースなのですが、韓国は違う反応をしています。コロナ禍でもエルメスとルイ・ヴィトンが韓国と中国で利益を上げているということで、なぜか激怒しているんです。韓国市場はブランド品を好む特性があるので、グローバル市場が萎縮しても韓国国民は借金で高価な製品をバンバン買ったから高い営業利益率を出せたんじゃないかなって思うんだけど、韓国ではエルメスとルイ・ヴィトンが悪いことになっています。どうやらエルメスやルイ・ヴィトンの営業利益率が韓国で特に高い理由として、同じ製品だけど米国などの海外市場と比べて韓国だけ高い値段で販売した結果だという情報が拡散して炎上しているみたいです。40代後半の女性会社員 A さんは、数年前に米国に住んでいたが、デパートで販売されているエルメスの価格が韓国で販売されている同じ製品より 10-20% 安かったので驚いたことがある。エルメスは韓国だけ高い価格で売って暴利を貪っていたという事実が今回明らかになったのではないかと主張しています。ほんで、エルメスとルイ・ヴィトンは昨年全体の業績は前年比で後退しているんだけど、韓国では成長を続けています。エルメスグローバルの売上は昨年63億8940万ユーロで、前年68億8340万ユーロから 7% 減少し、営業利益も13億8960万ユーロで、前年15億3530万ユーロから 9% 減となっています。しかし
エルメス韓国法人の売り上げは前年3618億ウォンから昨年は4190億ウォンへと 15% 増加し、営業利益は前年1150億ウォンから1333億ウォンへと 15.9% 伸びています。ルイ・ヴィトンも昨年のグローバル売上は計536億7000万ユーロと前年536億7000万ユーロから 16.8% 減少したんだけど、韓国法人の売上は計7846億ウォンから1兆467億ウォンへと 33% 伸びています。営業利益もグローバルでは 34.4% 減少したけど、韓国法人では 177% 増加しています。市場調査会社ユーロモニターによると、昨年韓国ブランド品市場の売り上げは12億420万ドルで前年比 0.1% 減でした。一方、全世界のブランド品市場の売り上げは2869億ドルで前年比で 19% も急減しています。韓国はルイ・ヴィトンとエルメスをやり玉に挙げて批判しているんだけど、他のブランド商品もたくさん売れています。だから単純に韓国国民に浪費する人が多かっただけなんじゃないかなって思います。こちらが韓国の反応です。韓国人の虚栄心がグローバルトップではないかと思う。ワンルームを購入しても会社を乗り回し、社会新人の女性社員もフランスやイタリアの名品財布やバッグを持ち歩く国です。自分のお金を使うことは自由だが、これが正常で健康な社会の姿なのか。あなたのことを気にしている人はいない。熱い化粧を拭い去って生きてこそ人生が楽になる。この平凡な心理を知らず、カート代やブランド品を購入して外国車を購入する人が多い。幼い頃にヨーロッパとニューヨークで生活していたのですが、そこではブランドを持つ人は多くなかった。韓国はそんな雰囲気が一切ない。エルメス以外のブランドを知りませんが、これを機会にエルメス商品は買いません。財布一つに500万ウォンなんて値段が高すぎて呆れてしまう。私の周りにも給料がいくらもないのに体中をブランドで飾った人がいます。韓国人が世界で一番おしゃれな服を着ているし、いい車を運転している。アメリカは特別なこと以外には他人の服は気にしない。適当に着ているという表現が正しい。誰がどんな車を運転しても全然気にしない。アメリカにいるときは私も何も気にせずに着ているのに、韓国に来るとそれができないんだよ。この国はどんな車、どんな服を着るかによって人を評価する傾向が強いようだ。以上が国民の反応です。韓国の騒動に巻き込まれてしまったエルメスとルイ・ヴィトンはお気の毒様ですね。なんやかんやでブランド品を手放せない韓国人が多いと思うので、これからも商売を頑張ってください。最後まで見てくれてありがとうございます。